こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、魚舟の替え寒くして波を焼くです。イサリ船のイサリ火が艦中の波を焼くということ。あたり一面真っ暗な中、赤々としたイサリ火が寒い水を照らす冬の夜の漁場の情景です。それでは今から魚舟の替え寒くして波を焼くを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。